人数は、イギリスにもあったりしますが、とてもイタリアのゴルゴンゾーラは他の国のブルーチーズよりも食べやすいかと思います。でも嫌いな人は嫌いかもしれないけど、今回はあえてワインとかにもとっても合うので前菜の一品としてそれを入れさせていただきました。まずですね、ゴルゴンゾーラと生クリームを、同じ量だけ用意していただいて、これはあの例えばゴルゴンゾーラ買った時に 50g しかなければ 50g の生クリームでいいと思います。でこれも測ってきた生クリームなんですけど、少しチーズを溶かしたいので、この分量のうちの少しをチーズに、で並ぶだけって書いてあるんですけど、少し緩いかなぐらいで、あの溶けたチーズと合わせるときに、また混ぜますので、少し緩いかなぐらいの硬さでいいと思います。ちょっと普通のポテトチップスって厚めですね。もっとポテトチップス薄いと思うんですけど、で、今のこれはでもあのなんだっけ、今日はジャガイモ乗せますけど、バゲットに乗せてもすごく美味しいし、でもそういうチップにするんであれば、さつまいもでもかぼちゃでもあの薄くしてもらったのを素揚げしてもらって、で、まあ、こっちにも塩を振りますの で、もし市販のものを使う場合ですと、そっちも塩分が結構強いですから、まあ、多少一緒にちょっと食べてみて味見してもらって足んなければ、最初は失敗してもいいかなぐらいの気持ちで、大胆に包丁を動かしてもらえればうまくいくと思います。これでね、みんなに見られてね、やるのとても緊張すると思うんですけど、緊張しますみんなの視線がね、あると緊張すると思うんですけど、で、真ん中ついてる本で外します。で、おろしました。カルパッチョっていうのは、まあ、あの薄切り の、 あのハリズバーというところで、イタリアのベネチアのハリズバーというところで発祥したんですね。で、まあ、最初はあの牛の赤いお肉、牛の、赤身のお肉を使ったものがカルパッチョというもので、そのなんでカルパッチョっていう名前かというと、カルパッチョ画伯っていうのが当時いまして、そのカルパッチョ画伯が赤色を使って絵を描く画家さんだったんですよ。でその時とっても人気な画家さん でそれで名前が付けられた。アマトリチャーナ、アマトリチャーナというのはあのローマ近くのアマトリーチェっていう町発祥のパスタ でそこは昔はその豚肉の加工がよくされてる町 で今日はあの普通に市販で用意できるベーコンを使ったんですけど、パンチェッタで塩漬けにしたもの、よくカルボナーラに結果なんですけど、そういうものを用意してもらってもいいと思います。で、スライスして、あのコメントなんではその缶詰のものとかをガーッとピューレ、少しパスタをねじってもらって、あとは離してもらって。でまあ、当然お鍋が小さいので麺が出てますけど、急いでやると折れてしまうので、まあ、少しこう、まあ、先に入れた方が少し沈んできたので、そうなってきたところで、まあ、お鍋の方に入れてあげてください。そしたらあのパスタの袋に、標準茹で時間って、で茹で
上がった麺をソースに入れて、で、あえるんですけど、ジューしないと。ジューしないと。これはなんかね、返すんだって、下から上にこう混ぜるっていうのを、手で混ぜるんじゃなくて、こういうふうに返すことになるそうです。で、ちょっと味見を。で、パスタを和えるときに、必要なのよくと思うんですけど、乳化って聞くと思うんですけど、はい、特にオイル系のパスタだとすごくそれが出てしまうんですけど、油っぽくなってしまうか水っぽくなってしまうかを最後のこの段階で調節しなくちゃいけないんですよね。で、例えばその炒める油が多かったりしたときには、パスタの入れ汁なんかを入れて、調節。逆に水分が多い場合は、今回は、ちょっと見てもらったら分かると思うんですけど、ちょっとこう水分の多い、こういう状態だと麺にソースが絡んでもらうんですね。なので、まあ、乳化をするってことは、まあ、ドレッシングってことですけど、少し硬くなるじゃないですか。当然硬くなってくるってことは、麺に絡みやすくなる。なのでオイルを入れて和えます。で、和えるときも大きく、ちっちゃく何回かやっても、まあ、何でも混ぜるときってボールを大きく使いますよね。それと一緒で大きく大きく混ぜます。で、まだ足んないなと思えば、で、デザートの方は、食べていただきながら、うん、説明の方、はい、まあ、パスタを作りながらであれなんですけど、今日はパンナコッタと、京都のゼリーを、重ねたものを用意しましたので、それを焼きたいと思います。パンナコッタは多分イタリアンのデザートではすごく有名だと思いますけど、パンナっていうのは多分スタバとかでもありますけど、生クリームっていう意味です。生クリーム、パンナって言いますよね、スタバでもね。まあ、生クリームのことで、で、コッタって煮込むっていう意味です。クリームを煮る。クリームを煮るっていう名前のデザートです。はい、これはピエロモンテのね、北の方の、有名なお菓子です。やっぱりその日本と地形が似てて、まあ、北海道北じゃないですけど、まあ、寒いところでは酪農が盛んで、牛乳もバターもチーズもよく食べるように、イタリアでも北の方は、料理もそうですけど、チーズとか乳製品をよく使う料理が多いです。下がパンナコッタで、上が、ゼリーです。ゼリーも材料分が一緒に入れちゃって、名店のシェフから学ぶプロのコツ料理教室、第1回目、イタリアレストランコメスタの渡辺ひろゆきシェフのお料理が今終わりました。今日は何を作ったでしょうか。今日は、前菜4品と秋ナス入りのアマトリチャーナと、自家製パンダコッタと、巨峰のジェラート、ジェラートじゃないですか、ゼリーです。ゼリーです。はい、ゼリーです。前菜用紙なら何でしょう。キノコのソテーにゴルゴンゾーラとジャガイモをミルフィーユ仕立て、あと鮮魚のカルパッチョとバーニャカウダです。
もうワインにぴったりの前菜と、あと簡単で美味しいアマトリチアナ、秋ナスを入れたパスタ、そして米下の名物であるパンナコッタ、4品を作っていただきまし、あ、3品を作っていただきました。それでは感想はどうですかね。終わった感想は、大変でした。そんな。まあ、でもあの皆さん熱心に聞いていただいて、とても楽しく、まあ、時間もあっという間に過ぎてしまったから、また機会があればやらせていただきたいなと思いました。はい、本当に皆さん熱心で質問も飛び交い、とても一生懸命メモも取っていて、こんなに熱心に聞いていただいて嬉しいなと思いました。ね、嬉しいですね。一生懸命聞いていただいてね。ぜひまた、機会がありましたら、この人の料理長にもお料理を教えていただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。